った高橋選手に入場していただきます。皆さんこんばんは。いやすごいちょっと思った以上にいらっしゃったのでちょっとびっくりしております。今日はよろしくお願いします。じゃあちょっと私たちも失礼して椅子に座らせていただきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあちょっと今シーズン、はい、絶好調ですね。どうですかね、絶好調ですかね、はい、でもなんか、まあ、NHK 杯も優勝 して、はい、全日本もぶっちぎりではなかったけれども、はい、優勝してどうですか、はい、今季は昨シーズンと比べて。昨シーズンはやっぱり迷いなんかっていうものがすごくありながらのシーズンだったので、うん、まあ、自分自身でそれは作ってしまったんですけれども、うん、まあ、今シーズンはその迷いというものがなくなってまあ、そっちに向けて頑張っていこうということで自分の中でもこうブレずに進めてるっていうところがこう変な無駄な時間は必要だと思うんですけどその変に無駄な時間っていうのを過ごしてないのかなっていうところでまあそういった結果につながってるんじゃないかなと思ってます。そう4回転3回転も決めちゃってあれは結構びっくりしましたけどあれは僕自身もちょっとびっくりしたので本当に自分自身半信半疑の中で、まあ、それはね本当はやってはいけないことなんですけれどもちょっとやらざるを得ないというか自分の中のこの中に火がついたのかちょっとやってしまって、まあ、まあ奇跡的にというのはおかしいんですけれども、まあ、一番信用してない方が出たという感じで成功することができました。そこでまたフリーがすごかったのある意味逆の方にすごかったのがそうですね。これちょっと3回もこうミスジャンプしてきたショートプログラムの方で、まあ去年の運を全て使ったかなという感じでフリーまで続かなかったなっていうところではあったんですけど、そういうところも含めても今年すごい楽しそうだなって思ってるんですけどね。そうですね、まあ、今年はまあ失敗が自分の糧になるとは思っているので、まあ、失敗することは良くないんですけれどもその失敗もこう自分が怠けて失敗してるわけではなく、まあ、一応自分なりにはこうやってきた中での失敗なので全てに意味があるかなとは思ってますからね。やっぱりそうやって楽しい日々を送れるのはやっぱりいい練習ができてたりだとか、はい、いい準備ができてたりってことがやっぱありますよね。そうですね、まあ、そうですね、準備っていうのはやっぱりやっていないと本番でどれだけこう見栄を張って取り繕ってもやっぱりボロが出てしまうので、まあ、本当に今まで準備しなさすぎたんでしょうね今シーズンはある程度まあ準備が、まあ、100% できてるかといえばできてないのかもしれないですけど、まあ、できてる方じゃないかなと思ってます。じゃあこんなように 100% 準備ができてるってみんなの前で誇りを持って言えるようになるまでの山あり谷ありの話をちょっと聞かせていただこうかなって思いますので、はい、じゃあちょっとどうしますよろしくお願いします。ちょっと熱いんで脱がさせてもらってもいいですかごめんなさい。じゃあ高橋大輔選手という人間ができるまではどんな人生だったのかということをね勉強していきたいと思います。高橋大輔選手の25年何ヶ月の人生から学ぶというのがテーマですからねすいません25で学べるものがあるかどうかわからないですけれども精一杯頑張りたいと思います今日もなんでスケートを始めたんですかね。まああんまり自分自身は覚えてないんですけれども、まあ兄が3人いまして、まあ、結構何かで表彰状をもらってきてたことがあるらしく、それがすごく欲しいとダダをこねて大変だったので、まあ、何かスポーツをやらせてみようっていうことになったらしいんでですけど、まあ、その中でいろいろ兄も少林寺をみんなしていて、でも自分自身まあ、球技だったりそういった格闘技でもないんですけれども、そういったものに全く興味を示せなくて、でまあ、うちの母がこう働きに行ってるとこの方が、まあ、スケートすごく大好きで、まあ、試合も見たりとかそういった中ですごく影響を受けてた部分があったのかなっていうのはありますね。まあ、そこが一番強くて、まあ、自分自身やってみるとすごく面白かったので、
まあ、それで始めたかなって、まあ簡単にまとめてしまえば。スケートって知ってらっしゃる方も多いかと思いますけど、入っていくとバッチテストってどんどん級が上がっていくんですけれども、そういうのも結構受けてたんですか？そういうのは受けましたね。でもまあまず初めて1ヶ月で初めて試合に出たので、でもまあボロボロで4人中4番だったんですけど ボロボロというかもうわけも分からず出てしまったので、何滑ったんですか？反り滑りかなんか、あれ？わかります？ちゃんちゃんちゃららんとかっあていれうですね、クリスマスの 頃によく使うやつですで、初めて試合をして、最後のスピンで、そのままジャンジャンってとこでスピンでこけたっていう。あ、その頃からスピンで苦しんでたこんけですね。て、くるくそうるなんです、回るね。で、まあ、怪我明けの初めての試合でもこけたっていう まあ、いい感じでつながってるのかなっていう、そう自です分の中ね。では。知らない方だけど、バンクーバーオリンピックのシーズンは怪我が明けそうですてね。試合出られて、フィンランドというところである、まあ、そんなに大きくないけど小さくもない国際大会に出られて、審判の前で回ってポーズ決めるとこでそうですね。膝前ついにて土下座したっていう 土下座して、こけてしまいました。審判も笑ってるのがよく見えました。 すごい温かく、皆さんが見てくださいましたね、あの時は やっぱりそうやってやってらっしゃってはい。て、ノービスって試合が多分小学校5年とか6年生ってノービスって言って、子どもたちの全国大会っていうのがその頃初めて日本でできたんですね。高橋選手が小学校の高学年の子、それまで日本にはなかったんですよそうね、です全ね。国大会っ JOC っていうのがあったんですよね、ノービス大会の前に。まあ同じようなもんですけど、て。結構いい成績取っちゃったんですよね、初めて出て。そうです。初めてノービスの時は5番とかだったんですよ。で、B とかだったんですけど、あ、間違えました、ごめんなさい、ちょっとあやふやなんですけど、最初は下のクラスで5番とかで、次の上のクラスに上がった時にの2年後ぐらいですかね。でもやっぱで、り、ノービス大会っていう名前になりだしてから、こうポンと2番になったんですけど、フィギュアというとやっぱり皆さん一人名古屋、次、まあ人口が多い東京で、あとやっぱ大阪とかだと思うんですけど、岡山から出てきたってやっぱり相当びっくりされたと思うんですよね。そう、どうなんですかね。まあ、田舎のペーペーが 出てきたなっていう感じだったのかなとは思うんですけれども。どんな選手っていうか、どんなスケーターだったんですか？どうですかね。本当に田舎の子っていう感じだったんじゃないですかね。特に踊る子でもなく、なんかそんなにうまいわけでもなくっていう、多分今の同年代の、今じゃないですね、今のその時の僕の同年代の同い年の選手たちと比べて滑ると、本当に今の形本当に上手だなと思うぐらいのもんなので。恥ずかしい気持ちとかはなかったんですか？恥ずかしい。みんなの前で踊るのが恥ずかしいって、その小学校高学年ぐらいの男の子だとそういう感情ってやっぱあると思うんですよね。それがなくて、ちっちゃい時から踊れない踊れない、手が汚い姿勢が悪いってずっと言われ続けて それがすごく嫌で、僕はどうしても踊りたいんだみたいな。こうで、その時ついてたコーチの方もそういう踊りにっていうものには関してはすごく疎かった方なので、こうなんかすごくその中での自分の中のフラストレーションっていうのはすごくあって、で、まあ、中学1年生で離れたんですけれども、まあでもだから逆に踊りたいっていう、綺麗に滑りたいっていうところはありましたかね。でもやっぱりそうやっていきなり4番とか2番とかになっちゃうわけですから、もしかして僕って天才かもって思ったりしたんですか？それはないですね。周りをた見まて。たまたまたまっていう もう常にそのたまたまでしょうみたいなところで、結構もうジュニア時代とかも過ごしてましたね。どそうやって踊りたいなって気持ちがムクムクムクって盛り上がってきたところに、今も教わってらっしゃる永水詩子先生と出会うんですよね。そうですね。覚えてますか、最初にお会いした時のこと。最初にお会いした時はもう本当に、まあ表情がちょっと怖くて ああこの先生はきつい先生なんやろなっていうイメージでしたけど、まあ、喋ってみるとすごく優しい方で、で、まあプログラムを作っていただいたんですけれども、それでもその時にも本当にこうどん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 こういいよいいよって言ってくれて、自分自身もこう調子に乗せていただいて、本当にすごく楽しい時間を初めて、その初めてなんですけど、すごく意気投合というか楽しい時間を過ごすことができたので。永水先生によると、
なんか田舎の子がポーンって来た感じで面白かったけどねみたいなこと。なんかね、先生自体は僕の存在、名前は聞いてたけど見たことがないっていうところで、で初めて会って、でこう全然期待してなかったんだけど、こう一緒にやっていくうちに、あ、なんかこの子結構踊り心あるなみたいなところがあったらしく、まあ、先生も楽しかったっていう話を聞きました。本当かどうか分からないですけど。仙台では初めてお会いしたんですよね。仙台ですね。それもその出会いも本当に偶然で、いつもその永見先生自体が合宿は違う時期に行ってたんですけど、たまたまその年だけその僕が行った時期に行っていて、僕も1週間ぐらいしか入れなかったので、その時で、そのでまあ最初は違う先生につけ振り付けしていただいてたんですけど、ちょっと仕事の都合でどうしてもできないということで永見先生に行ったっていう、それもまた偶然の形で、本当にたまたま知り合えたという感じですね、タイミングで、はい。それから倉敷から毎日電車でとことこと奥多摩で通うんですよね。はい、そうですね。最初は、まあ、フリーだけ作ってもらったんですけど、ショートプログラムっていうものもあるんですけど、まあ、そのショートプログラムがなくて、どうするのって言われて、何も考えてないですって言ったら、じゃあ大阪近いし、大阪やったら作りに来れるからおいでっていうことで通うようになってからでの付き合いですかね。何の曲滑ったか覚えてますか？あれね、アラビアのロレンスじゃないですかね。はい。でもともと永見先生の生徒さんが滑ってたプログラムをほぼ完コピじゃないですけど、それをしたそのプログラムですかね。はい。当時ジャンプってもうお知りになってるかと思いますけど、6種類あるじゃないですか、アクセルから。はい。まだ3回転飛べる数も少なかったんですね。当時行った時は2種類しか飛べなかったです。今はもう小学生でも全種類飛べますよね。そうなんですよね。僕中学2年生でまだその前半で2種類しか飛べてなかったので、すごいな。でもあっという間にその中見先生のとこ行ってから全種類飛ぶようになった、ね、はい。試合で初めて降りたりとかっていうのもあったので、まあ、そこからですかね結構。あ、ごめんなさい。すいません。それ楽しかったですか、中見先生と教わってて。特に僕自身もその岡山からの通いだったので、週末しか行けなかったりとかで、平日はずっと一人でやっていたので、そのすごく週末だけの時間が貴重でしたね。貴重ないっぱいこう教えてもらえるっていう喜びっていうのはすごく感じてましたかね。あとはもう本当に自主練をしなきゃいけなかったので、まあ、結構周りを見てしまう子だったって永見先生おっしゃってるんですけど、はい、やっぱキョロキョロしちゃってたんですか、試合で。キョロ、まあ、試合っていうよりも普段の生活で、結構まあそのスケートをに入るきっかけとなったその影響を与えてくれた女性の方がいるんですけど、その方がこう、あんた田舎者だからちゃんと周りを見て気遣ってやりなさいよってすごく教えてくれて、それもがあったからかなとは思います。はい。でしゃばんじゃないよみたいな。でしゃばらなきゃいけない競技なんですかね。そうなんですけどね。はい。でもそれが教えていただいたおかげで、結構いろんな方とこう、まあ、ちゃんと見れて接することができたのでよかったんですけど、たまにそれがまあ邪魔になったりとかっていうのはありましたね。よく自信を持ってっていうふうには言われたので、いろんな方に。